はいわ<ー>うるさてかテレビ消せようるせえからあー今サザエさん見てたわいや声でかお前ほんでえ嘘うんえな何 <laughs> どうしたらいいの何オフパコオフパコとつまち <laughs> ええする、次 <laughs> 気持ち悪い。え気持ちお前何歳になったの？お前何歳になったの？あちなみにあのあれです今月で。あえっと多分今のぐらいだったら大丈夫とるでえ今月なんなんすか？はい。今月二十七になった。二十七なだったえ二十七ななったヤバくない？えだってお前とパコった時に。なったの。え二十四歳ぐらい。四か三ぐらいじゃない？三くらいか。おえ。 え、じゃ、もう、三、確かに、三年ぐらい経ったかも。え、なんか、お前さ、なんかさ。知らううちにさ、ノリがさ、おばさんになってな。いえ、何笑ってんの。変わってないよ。何笑って。いや、てか、俺、お前とのさ、ハメ撮りさ、まだ残っとってさ。ほんで、あの、たまに見る時があるんだけど。あの、お前だよ、俺がたまに配信で言う。あの、違う、あの、騎乗位した時に。 あの俺のチンコ入ったっ、うん、とに「チンコ入った?」って言ったのお前だようんいやうんじゃなくて何何何か途切れた<え>俺のチンコが何から,からいやお前お前だよあの「入った?うん」って聞いてきたの<何>俺のチンコが入った後に「入った?」って聞いてきたのお前 <laughs> 俺ちょっとちょっと一回あの心折れそうになったからねその時にマジで何笑ってんねん え、じゃあその動画も入ったって言ってるってこと言ってる言ってるいや言ってるって言ってるって <laughs> <laughs> え騎乗位わかんないわかんないっつってなんかあの白濃い感じで <それ S 2> あの騎乗位、えこれでいいのわかんないわかんないって言いながら騎乗位してお前俺にで「入った?」って言ったけどなんで声途切れたんいやどこ行ったん音ちょっと音どこ行ったこいつどんな環境で通話かけてきてんねんなあ おい、いどう、<laughs> ちょっとどうなってんのちょっと <laughs>、もしもし死んだんやが、うん、今しゃべってる、いやしゃべっとるよ。しゃべっとるよ、こっちは。うん、いや、なんかプツプツ言ってんな、お前。なこれ。死んだ、こいつ。死んだやん。は おいちょもうダメだこいつ死んだ、うん、こいつ落とすぞもうダメだこれ、うん、いやだからそうこいつやで、うん、こいつ、うん、あの動画残ってんねんい,いや、ま、マジ俺お前たちそこの部分だけ聞かせてあげたいぐらいだもんちょ、うんうん、はい <laughs> あれ聞こえるいや聞こえるけど今は <laughs> いやお前やからねず<っ>と <laughs> ああ入ったって言ったのねそう、うん、入ったって言ったやつ いでも、それを見返してるんでしょ <laughs> まあ、たまに見返してしこってるね。うん、物好きだね。うん、仕方なくね。うん、え、ね、ね、<は>相談。相談してたじゃん。ね、相談ってなんだっけ。<laughs> だ、生きるよが三体いるの、どうしたらいいの、これ。知らんよ。なんか、あの。<laughs> 相談聞いてくれるんじゃないの、<今><今>これ今。今家でしょう。<laughs> あ、前実家だっけ。あ、今家ですね。実家。 いやもう一人あ一人暮らしになったんやうんいや一人一人ああそううんじゃあその部屋でえと今裸になって裸踊りしながらクソ漏らせば多分生き量もこいつヤバってなって多分離れてくだろうあ当。ほんといやほんとねたまに漏らすけどねいや人のこと言えないじゃんえ いや俺昨日漏らしたっかっ車でうんこしてたよねいや昨なんか車でうんこしてたって言ったら俺意図的にうんこしてるみたいな感じになるやんはマジでなんか車で漏らしてたよねいや漏れてたけどそりゃてか昨日この前昨日一昨日昨日昨日一昨,昨日だ一昨日うんこ漏らしたけどね三、うん、回分一昨日はどこで漏らした車いやえっ、ー、と外だね ででそれでとりあえずやばってなって「ノグソか」いやノグソじゃねえよ「ノグソ」は漏らしたって言わねえし、うん、別にそれ意図的にしてるよ <laughs> 意識的にしてるやんけ難、はあ難しいじゃねえよお前ゴリだ <laughs> か無意識で無意識で出ちゃうんだっていうかなんかお前ノリがおばさんだねすごいなんか4十のおばだえでも何か面白いって褒めてたじゃんいや褒めてはないけど <laughs> <laughs> おもろいね。ええなんか絶対ね一 <laughs> 人はいると思うんだけど、<laughs> うん、なんかたまにさ、うん、ゲロとうんこどっちも出たいときさトイレでさアタフタしない前向きな人見たら。えんのお前ずっと。え絶対なったことある人いるってこんな感じ。<laughs> <laughs> どういう状況で上としそれもショックあたりやんそれ。なんなんかヤバめのもの食いよ。あるあるって言ってる。いやいやユアン氏。言わんし <laughs> お前に合わせてくれてるだけやしょいやなんか上とさどっちかなみたいなっいめっちゃいるほらもうつまんなって言われてるわお前ほらつまんなって言われてる、ね、えっじゃあお前なんかつまんじゃあお前がしゃべってみろよって何を言ってんのお前は <laughs> 自分で何 なんのよじゃあ、うん、じゃあ相談の回答はないのねだから霊系強い,から,いやだから強くねえよ俺別にだから言ってるやんお前あれだってあれだってあの今服全部脱いで裸踊りしながらそのままビジグソ漏らせばいいんだってんなんで母ハハ言ってんのえなにお前俺の配信しこりながら聞いてるお前 <laughs> なあ しこりながら二回目やってくんないからじゃあじゃあ二回目やるじゃ今度うんそうだね二回目パコるライン消してないいや消してない消してない普通におおいい子だは誰だお前マジでいや何お前は言ってんのお前しこってるでしょお前おはは いやしこってるでしょお前ハハ言ってないよ言ってるよさっきからしこってないいやしこってるでしょお前マジでおいやマジでって何いや俺が聞いてんだけどは何マジでってなんで俺聞いてきたの意味が分かんないんだけどお前話全然全然ねハハしてないの自分でいや捨てるの適量のハーハーかもしれないや何言ってんのお前マジでずっと終始本当にうあなんだなんかさいい神社とか知ってるかなって思って、うん、知らねえよなんでさいい神社って いやお前例だったらお前例だったら神社じゃなくて寺だろ多分なあ寺なんだいや寺が死んだやつお前知らないやついるけどさなあの神社っていうのは生きてる人間のためのものなんだよ祝詞とかさいやポーじゃねえよでも生き残ってないじゃねポんだよお前ポッ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 ポポってならないやいやお前ポッっつったよお前今。 何がおもろいねんハゲ一両がタバコ吸っとるわ一両がタバコ吸ってるの意味わかんない何言ってんのずっと何言ってんのあ、そう、もう一個ね、あの相談があって最近前髪がハげてんのどうしてかなブスだからだよいや、ブスだからあ、そういうことうん、そうそう、ブスだから家出るときは前髪あんのになんか、三時間ぐらい経つとハげてんのどうして何どういことそれはどこと それはだからあの維持ができない前髪のいや知らねえよお前、ハゲてるブスだからだろう多分ブスだからでしょ多分根っからのブスなんだろうお前うん多分そういうことだと思う息荒いってまあじゃああのもう飽きたから終わっていいうんあそうだねうんこれどうやって終わんのうんじゃあ落とすわじゃあなブスうんあバイバイ うこいつおばさんじゃんマジでめちゃめちゃおばさんやんこいつバリおばさんやんけなんこれ地獄の突ズン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 ズクズンズンズクズンズンズク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 ズズクズズクズ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 ズズズクズズズズクズズズズズクズズ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 ズ